三代目、中村歌右衛門の熊谷二郎直座ね。文化八年九月、江戸中村座。三段目の説、熊谷陣屋の場面を描く。歌川国貞が。一の谷二葉軍旗とは、文楽及び歌舞伎の演目の一つ。五段族、法歴元年十一月に、大阪豊筑座にて初演。並木宗介の作。三段目の切れは特に、 熊谷人也と、通称される。ただし、宗介はこの作の三段目までを執筆して、病没したので、浅田はじめとりらが四段目以降を補って上演した。反抗された、ジョールリボンには、作者として、浅田はじめ町、波岡くじらじ、波木正蔵、南馬三蔵、豊田家人六の連名の後に、個人として、波木宗介の名が記されている。時に、 樹栄三年の二月半ば、平家は源氏に追い詰められ、安徳天皇をいただいて西国へと落ち、京の堀川御所にいる、源義経は、鎌倉の兄源頼朝から平家追悼の命を受け、日夜そのことについて、表儀をしていたが、そんな中、平家の平大納言と北田が義経のもとを訪れた。 時ただは一門を裏切り、自分の娘教の君を義経の妻とさせ、安徳天皇の元にあった三種の神儀のうち、八田の鏡と真珠を密かに奪い取り、義経に差し出していた。そこへさらに、藤原春勢の娘、菊の前が訪れる。菊の前によれば、父、春勢の元に、ある旅人が訪れ、今春勢が戦者となって編纂している、千載和歌集に、 自分の和歌を入れて欲しいと願い出ており、それを記した短冊を持ってきたのだという。義経が見ると、佐な宮足賀の都はあれに死を昔ながらの山桜かなという和歌。実はこれは、平家の武将、平忠則が読んだ和歌であり、今、源氏と敵対する平家の者が読んだ歌を、直線和歌集に入れても良いかどうか源氏の義経に伺いに来たのであった。 その場にいた時ただは、反対するが、義経は、ひとまずこの短冊は、自分が預かると言って、菊の前を帰らせた。次に義経の家臣である、岡部むやたたと、熊谷二郎なおざねが義経の前に出た。よりともより、再三平決意当の軍を出発させるよう義経が、催促を受けているので、早く出発するようにと二人は進言するが、ヨシは、 今むやみにせめて、平家法に残された三種の神器の一つである戸塚の、剣を失うことがあっては一大事であり、それを取り戻す機会を伺っているのだといい、また六屋谷には、九段の短冊を桜の枝につけて渡し、これをただのりに届けるよう命じた。一方熊谷には、この花江南のところ無なり、一、おり島のやからにおては、天栄公用の礼に任せ、 一種を切らば一種を切るべしという文言の書かれた考察を渡し、妻に生き人書を構え、そこにある若木の桜をこの制札で持って守れと命じた。両人は、時ただと共にそれぞれ短冊と考察を手にして、吉経の前を下がる。北の天神では今を森の桜が咲き誇り、その境内に幕を張り越元たちを連れて花見をしているのは、 義経の妻日の君であった。実は、今日の君は、義経が忍びでこの北の天神に毎日、参詣していることを知り、待ち構えていたのである。果たしてそこへ網傘をかぶり、姿をやつした義経が、熊貝の息子、小次郎なお家を共にしてやってきた。今日の君は二人を幕の内へと招き入れる。だがその隣の幕には、今日の君の父である時田だが、 源氏の侍、梶原平次慶行と、平山武者書末獣を連れてきていた。時忠には、今日の君の他に玉織姫という娘がいたが、これが、平常森の幼女となっていた。時忠はこの玉織姫をいずれ常森の元から、取り返し、平山武者書に嫁がせる約束をする。また時忠は、義経は自分にとって、後まで信用することのできる人物ではない。 いずれ今日の君も、義経の手から奪って、傾向に沿わせようという。この密談は、義経たちにも漏れ聞こえていた。小次郎は、怒りのあまり幕を飛び出し、時ただたちを嘘をするが義経に止められる。しかしその間に、やはり話を耳にしていた今日の君が、自害してしまったのである。父の悪事を悲しんでのことであった。これには、義経や小次郎、 腰元たちも嘆き悲しむが、義経は、小次郎たちに、今日の君の死骸を籠に乗せ館へ帰るように命じ、自分は一人別に帰っていった。籠に、小次郎が付き添い一行が館に帰ろうとすると、慶向と平山が手下を連れて現れ、今日の君を奪おうとする。小次郎が応戦するが最後は大勢に無勢へ、腰元たちと共に籠を残して逃げ去る。だが、 傾向と平山が、籠の中を改めると今日の君は、死んでいるので二人ともびっくりする。そこへ、時忠も来て、さすがに、娘の死を悲しみ、その場で、延べの送りをすることになる。平家が拠点としていた、福原の御所も、今では一門はそこを立ち退き、残っているのは、平常盛とその身内だけであった。常森は、幼女の玉織姫を、自分の息子である。 平らあと、いずれ夫婦にしようと決めていたが、織からの源平の争いでまだそれが叶わなかった。そこに、とから時ただの使者を立て現場が訪れ、主人、時ただの意向により玉折姫を引き渡せという。常ねは、姫のためを思って現場に姫を渡そうとするが、現場が、時ただが姫を呼び戻すのは、平山武者むに嫁がせるためだというと、いきなり姫は、 現場が刺している刀を奪い、現場を切り殺した。これはと常森は仰天するが、姫は、厚森の他に夫はないと心に決めていたのである。常森の妻で厚森の聖母藤の方は、よくやったと姫を褒め、厚森を呼んで、姫と修言の逆きをさせるのだった。だがこの時常森は、皆の前で思いもよらぬことを語った。藤の方は、もっと、 ゴシラカワインに仕えた女房であったが、常森の妻となる前すでに解任しており、その後生み落としたのが厚森であった。つまり厚森は、実は、ゴシラカワインの楽院だったのである。しかし、平家の命運はつき、いずれこのままでは厚森も一門と共に命を落とす、ことになるであろう。そうなる前に、藤の方と玉織姫を連れてすぐさまここを立ち退き、 人ににって身を隠しイズレインを隠頼るようにと常森は厚森に言い聞かせる。厚森は一旦はそれを拒むが、常森に聞き分けなければこの場で切腹すると言われ、致し方なく承知する。厚森をはじめとする人々は、その用意に奥へと入る。そこに今は屋島に向けて、安徳天皇と共に落ち延びている、平宗盛から常森に当てて書状が届く。 安徳天皇や剣霊模擬を守護するための援軍として出立せよとの知らせであった。常森は、厚森や藤の方に告げる暇もなく、その場を立ち去った。だがその後で厚森は、日落しの鎧兜に身を固め、牙で出陣しようとする。藤の方はこれを見て驚くが、厚森は、常森の言うことを聞くようには見せたものの、やはり、平家の一門として、 討ち死にをする覚悟だったのである。その姿を見た、玉織姫は、自分も共に連れて行ってと頼み、藤の方も姫を連れて行くよう進めるので、厚森は姫を連れて、一の谷へと向かうのであった。二人を見送った藤の方は、声を上げて泣いた。実は幼い頃より武学を好み、戦のことなど何一つ知らぬ厚森。それが、 戦場に出たならばすぐさま討ち取られるのは知れたこと、それを送り出し姫まで付き添わせたのは、臆病者のそしりを免れさせ、また、厚森と姫を、せめて少しでも、夫婦として、一緒にいさせてやりたいと思う心からであった。だがそこへ、平山武者所の手下どもが玉織姫を奪いに攻め入って、来た。 藤の方に仕える奥女中たちは天泥に、薙刀や刀を持って応戦し、藤の方は、常森の後を追って落ち延びてゆく。厚森は、平家方の大将として、妻の裏を近くにする一の谷で陣を構えている。月もない夜、そこに、熊谷直実の息子小次郎が一人先陣に駆けつけ、その陣門の前まで来た。すると、陣の中から、還元の音が聞こえる。 小次郎は、自分たちのような、荒々しい田舎の者のに比べ、かかる戦場においても、還元の音を奏でる平家方の指さよと心を、動かされるのであった。そこへ、平山武者所も、一人先陣を争って、馬に乗り駆けつける。平山は小次郎に先陣を譲るので、小次郎は名乗りを上げて陣中へと入り、平家方の手勢と切り合いとなる。 ほどなく熊谷直ザも現れ、これも陣中へと切り込むが、やがて小次郎が手傷を負ったと言って、小次郎を抱え、凄まじい勢いで立ち去った。平山は熊谷親子の手柄を横取りしようと考えて、いたのだが手が外れたと思うところ、厚森が鎧かぶとに身を固め馬に乗って現れる。平山は敵性も自分に襲いかかってくるので、 慌ててその場から逃げ出し、厚森はそれを追いかけてゆく。一方厚森とは離れ離れになった、玉織姫は、厚森の姿を求めて、妻の裏までさまよい出ていた。だがそこに、平山が現れ姫を捕まえ、自分の妻となるよう迫る。しかしあくまでも、厚森を慕う姫はそれを拒み平山を罵るので、ついに平山は、怒り姫の胸に刀を突き刺した。 その時背後に声が上がり、平山は、平家の手勢が自分を追ってきたのかと恐れその場を、逃げ去る。組打ち熊谷が沖へと向かう厚森を呼び戻すという、場面。四代目、中村歌右衛門の熊谷次郎直座ね。初代、中村福助の無関太夫厚森。嘉永三年五月、大阪中の芝居。五、千牧抵抗邸が。平家の軍は、ほとんどが船に乗り。 ヤシマへ向けて、尻こうとしている。スマの浜の波打ち在、アツも、その船を目指し沖に向かって、馬を走らせる途中、声をかけたのはこれも、牙の熊貝な直ザね。引き返して勝負あれとの熊貝の言葉に、アツは引き返し、熊貝と一気打ちの勝負に及ぶ。やがて互いは、獲物も捨てて組み合ううちに、馬より落ち、最後は熊貝がアツを組み伏せた。 しかし熊谷は、覚悟を極め自分の首を取れとしおらしく言う熱森を、憐れみ逃がそうとするが、その様子を、平山武者書が、離れたところから手勢を引いてみていた。わざわざ組み敷いておきながら、平家法の大将を逃がすとは、熊谷には、二心あるに極まったと、怖高に罵る。熱森は、自分のエコーを頼み、熊谷は、やむを得ず、ためらいながらも、 未来は必ず一連託師と願い、厚森の首を打ち落とした。平山に深手を負わされ倒れていた、玉織姫は、厚森を打ち取ったというのを聞き何者が厚森を、打ったのかと弱々しく声をかける。熊貝はそれに気づいて、姫のそばに駆け寄る。熊貝は、姫が厚森の妻であるというので、せめてものことに打ったばかりの首を姫に抱かせるが、 姫はもはや目も見えず、厚森の死を嘆き悲しみながら生き耐えた。と以外のことを知らぬ、貴公子や姫君のかかる、最後の無残さに、敵方である熊谷も涙するのだった。熊谷は、厚森と姫の死骸を、馬の背に乗せ、首を片手に抱え馬を引きながら、自らの陣所へと帰る。菊の前の奪をしていた林は、菊の前が成長したことにより、役目を退き、 今は、摂津内ないの里に一人つつましく住んでいる。そこに、黄昏時、薩摩守る忠則が、友も連れずに一人訪れ、止めてほしいという。林は、にわかの来訪に驚くが忠則は、自分が、若の死と仰ぐとの藤原春勢のもとを訪れ、現在編纂の潜在集に、自作の赤を加えてほしいと、密かに願い出ていたのだが、 合戦となったのでやむなく、妻にある平家の人所に帰る途中であると述べる。林はただのりを休ませるため、奥へと通した。その後、この家に放火ぶりをした男が忍び入り、何度にしまってあった袋入りの太刀を持ち出そうとするが、気配を察した林に声をかけられびっくり、逃げ出そうとするも取り押さえられてしまう。ところが放火ぶりを剥ぎ取って、人相を改めると、それは、 林の息子、大野五兵だったのである。大野五兵は、日頃の素行の悪さに林が感動していたのであった。林は、親のもとに盗みに入る大野五兵に呆れるが、大野五兵は、今ま最中の限定の合戦で手柄を立てて、褒美を得ようと、家に伝わる太刀を取りに来たのだという。もちろん林は聞く耳を持たず大野五兵の手から太刀を、 取り返そうとするところに、人入れ家業のしげる自兵が来て林をなだめる。実は、今度の合戦で、旗持役の増票がいるので、それを、王の五兵に当てがおうというのである。それを聞いて林も、機嫌を直し、王の五兵に太刀を渡ししげる自兵が持ってきた、増票用の具足も着せてやって送り出す。林は、しげる自兵に、 息子が世話になった礼をしようとて、思考を用意し、奥の難度へと案内する。そこにまた駆けつけてきたのは、菊の前であった。菊の前と忠則は、互いのことを恋したう中であったが、忠則が遠たったと知り、後を追いかけたもののその行方がわからず、とりあえず林を頼ろうとやってきたのである。しかし林から、すでに忠則が奥で休んでいると聞いた菊の前は、 喜んで奥へと入った。だがしばらくして、菊の前は奥より飛び出した。林がどうしたことかと尋ねると、忠則から別れの言葉を言い渡されたという。やがて忠則も出てきて、平家の命運はもはや月敗戦を重ね、自分もいずれ打ち死にするであろう。また平家に関わり合っては、菊の前は元より、その父春勢も源氏に目をつけられ迷惑をかけることになる。 だからこのまま自分とは別れるようにと忠則は菊の前に話すが、たとえ内死にするとも忠則様にどこまでもついてゆく。別れるのは嫌と菊の前は涙ながらに訴えるのであった。すると、にわかに鳴り響く神大子と共に手勢を率いて現れたのは源氏法の梶原平慶恵を。茂る樹平が忠則の,のことを知らせたのである。忠則は 菊の前と林を奥へとやり、タッチを抜いて応戦する。傾向は大勢でもって、忠則を絡め取ろうとするが、忠則は、ひるむことなく手勢をなぎ倒し投げ飛ばして寄せつけない。その勢いに恐れをなした。傾向は、手勢の増票ともども逃げ去った。そこに、忠則の京に剣山と絵氏に、大門の霊僧で現れたのは、吉経の家臣六やたただ式用紙であった。 うないのサトリンジュタダノリは六ヤタと後日の勝負を、訳し、菊の前とも別れを惜しみつつ、妻の人所へと帰る。右より五代目、瀬川菊の城の菊の前、七代目、市川團十郎の岡部の六ヤタ、二代目、沢村玄之介の薩摩の守る中ノり、天保二年七月、江戸川原崎座。国佐田が、六ヤタは、吉経より託された。 忠則のの短冊をつけた桜の枝を差し出し、この短冊の、さざなみ屋の赤が潜在衆に、読み人知らずとして日衆したことを忠則に知らせる。忠則は、本意が果たせたことを喜び、六屋田とは、戦場で再会し勝負することを約束した。時もすでに暁、菊の前との別れを惜しみながらも、忠則は六屋田の用意した馬に乗って、妻の陣所へとは向かうのであった。 さて、妻には、白号の三田六という岩屋が住んでいた。日暮れ、その家に、同業の岩屋たちが訪れ、石屋仲間で法事があるので、三田六は皆と共に出かけてゆく。三田六には、小雪という娘がいたが、それがわずらって甘い勝ちである。それというのもこのほど、三田六に石塔を立てるよう頼みに来た若手がいて、それに一目惚れし、 未だにその思いを伝えられないという恋はずらいであった。その若主が、石刀のことで、乱六の家に来た。小雪は、下女のお岩に焚き付けられ、ついに自分の思いを伝えるが、若主は、死細あって、女を近づけることはできない身の上であるという。それでも納得しない小雪に、若主は、二式の袋に入った笛を出し、代わりに、これを片身にせよと渡す。 三田六が帰ってきて、注文の石灯はすでにできているので、三田六は、和歌手を、石灯のあるところまで案内しに再び出かける。夜道を歩む三田六と和歌手は、石灯の前にたどり着く。そこへ、在所の百姓たちが通りかかり、小雪も和歌手にもう一度会いたいと、最善もらった笛を持ち三田六と和歌手の後を、追いかけてやってきた。ところが気がつくと、 石灯を注文した若歌手の姿が見えない。三田六と百姓たちは、注文主が、大金も払わずに消えるとは、何かの語りであろうと口々に言うところ、身分の高そうな女が走り来たがそれは、藤の方であった。藤の方はその場にいる人々に道を尋ねたが、ふと小雪が持つ笛を目にしてびっくりする。それは熱森が愛用の、青葉という笛だったのである。 さらに藤の方は百姓たちから、厚森が熊谷二郎という侍によって撃たれ、玉織姫も死んだことを聞く。あの時常森間で別れたのが最後だったのだと、藤の方は、一目も包まず、泣き崩れるのであった。しかしその、厚森の形見を小雪が、受け取ったことと言い,い、また、三田六が案内するはずがいつの間にか消えていたことも、考え合わせると、 石刀を注文しに来た若手というのは、厚森の幽霊に違いないと、皆は言い合った。そこへ、藤の方を追っていた、梶原家高の家来たちが手勢を率いて現れ、藤の方を見つけて、渡せと迫る。しかし、皆六は、藤の方と小雪を逃がし、百姓たちは、スキクワなどを天手に持って抗った末、ついには、家来の一人を殴り殺してしまう。 さすがにまずいことをしたと、皆は誰か、一人を犯人として差し出すためそれをくじ引きで決めようと、する。妻に置かれた、熊谷直実の陣屋には花を咲かせた若木の桜があり、その傍らに、例の、この花高南のところ無なりうんぬんと書かれた制作が、立っている。そこに、熊谷の妻相模が訪れる。夫熊谷や我が子、小次郎の様子を案じて、 はるばる鎌倉からやってきたのである。そのすぐ後に、人に追われて難儀していると、一人の女が、ジニアに駆け込んできたが、それは、藤の方であった。相模は、藤の方を見てびっくりする。実は16年ほど前のこと、相模はまだ、御白河院の元にいた藤の方に仕えていたが、その時、佐竹二郎と名乗る、敬語の侍だった熊谷と恋仲になり、 それが現れて、二人とも処罰されそうになった。だが、藤の方の口沿いにより二人は助かり、と落ちていった。そしてその後、佐竹二郎は、熊谷二郎直実と名を改めて義経に使え、相模は小二郎を産み落としていたのだったが、藤の方とは長らく恩身不通になっていたのである。藤の方は、佐竹二郎が熊谷であることを聞いて、顔色を変え、 我が子、厚森のあだとして、熊谷を打たせようと、相模に言う。困惑する相模。昔助けてもらった恩義があるので、すげなく、否ということができない。そこへさらに、梶原景高が、田六を縛って連れてきたので、相模と藤の方は一見へと隠れた。熊谷の家来、筒見軍事が出て、傾向に応対するが、傾向は、連れてきた。 三田六に、戦技の筋があり、それについて、熊谷に話があるのだという。軍事は、主人熊谷は外出し留守であるというと、では待たせてもらおうと傾向は、三田六を引っ張って奥へと入る。初代、中村福助の熊谷二郎直座ね。安政元年5月、江戸市村座。福助の養父4代目、歌え門の三回忌煙前として、 熊谷陣屋の一幕が上演された。歌川国吉が、やがて日も暮れようとする頃、熊谷が戻ってきた。傾向のことを聞いた熊谷は、軍事に、傾向の相手をさせることにし、一方妻の相模には、女の身で戦場に来るとは何事だと叱る。だが、熊谷の背後からいきなり切りつけようとするものが現れ、熊谷は思わず、それをねじ伏せた。が、 それが、藤の方だと聞いてびっくりし、手を離して、相模ともども平服する。藤の方と相模は厚森をなぜ撃ったと熊谷にただすが、熊谷は戦場でのことは致し方ないことであると言い,い、その代わりにと厚森を撃った様子を、相模と藤の方の前で物語る。そして、相模に、藤の方を連れすぐに、ここを立ちのけと言って奥へと入った。相模は、 藤の方が持っている厚森の形見の笛を目にし、それを吹いたら、教門代わりの良い供養になろうと、笛を吹くのを勧める。藤の方はその勧めに従い、笛を吹いた。ところがその時一軒の障子に、人影が映る。もしや厚森の幽霊かと藤の方は急ぎ障子を、開け放すと、そこには死ぬ直前まで厚森が着ていた鎧兜が、鎧びつの上に置かれるばかりである。 藤の方と相模は、あまりの切なさに涙した。再び奥から、厚森の首が入った首桶けを持って熊貝が現れる。それを見た相模はどうか一目その首を、藤の方にと夫を引き止め、藤の方も熊貝にすがりつき嘆くが、主義義に見せるまでは誰にも見せられぬと、熊貝は二人を突き放し、義経の元へと行こうとする。その時奥より、 熊谷待てと声をかけて現れたのは、他ならぬご大将義経公。義経は、熊谷が熱森を撃ったにもかかわらず、すぐさま自分のところにその首を届けに来ないのを不審に思い、自ら出向いてきたのだという。熊谷は、義経の前に、首桶けと義経より託された制察を置き、制殺の文言に沿って首を撃ったと述べた。そして、首桶けを開けた。 だが、その首の顔を、ちらりと見た相模は、やあ、その首はと仰天して、首に駆け寄ろうとした。熊貝は寄ろうとするのを引き寄せて物も,も言わせず、さらに藤の方も、我が子の顔見たさに駆け寄ろうとするが、これも、熊貝は、お騒ぎあるなと寄せつけない。吉爪は首を見分し、よくぞ打った、縁者にその首を見せて、名残をしませよという。熊谷は、相模に、 藤の方に、厚森京の首を見せるようにと首を渡した。相模は嘆き悲しみながら、藤の方に見せる。藤の方は首を見て驚く。それは、厚森ではなかったからである。吉経は厚森が、御白河院の落院であることを知り、なんとかその命を助けたいと考えていた。そこで小次郎をその身代わりに立てろとの意を込めた。 この花江南のところ無なりうんんの生殺を熊谷に手渡し、熊谷は、その、吉常の意向に従った。すなわち、一の谷の平家の陣所で手傷を負ったと称して、連れ去ったのは、厚森であり、妻の裏で熊谷と戦って、首を打たれたのは、実は小次郎だったのである。三田六に石頭をあつらえさせた若手というのも、 また藤の方が笛を吹いた時に障子に現れた人影も実は幽霊ではない厚森本人であった。だが相模は夫の熊谷から何も聞かされてはいなかった。やがて出陣の合図である神大鼓が鳴り響き熊谷は一旦その用意に吉爪の前から下がった。そこへ傾向が飛び出し厚森を助けたことを鎌倉へ中心線と駆け出そうとするが その背中に、石の実が飛んできて突き刺さり、傾向はその場で絶命する。これはと人々が驚くうち、出てきたのは、岩屋の三田六。石の実は、三田六が投げたものであった。幽霊の五公爵受けたまわってまずは安堵と、三田六はその場を去ろうとする。だが義経は、三田六が、実は、 平家の武士、渡る平米創生であると見破り声をかける。最初はとぼけていたものの、ついにはこらえきれずに、乱六実は胸清は、己の正体を明かし、娘の小雪というのも実は、平の重盛の忘れがたみであり、そして自分がかつて、時は午前に抱かれていた幼児の義経を助けて、おかなければ、今の平家の悲運はなかったものをと嘆くのであった。 すると、義経は、岩屋の親父に渡すものがあると言って、先ほどの鎧びつを渡した。これを娘に届けよというので、早期義が中を改めようとして蓋を開けるとそこには、厚森、藤の方は思わず駆け寄るが、胸木横コとみだろくが何にもないと押しとどめ、厚森の命を助けた熊谷に礼を言うのであった。一方、鎧兜に身を包み、再びヨシの前に、現れた熊谷は、 義経にイトマゴを願い出る。そして、カブトを脱ぐと、その頭はタブサを切っており、鎧も脱ぐとその下は、白むくの衣類に、けさの姿。熊貝は、小次郎の母台を弔うために武士を捨て名も、連生と改め、僧侶となる覚悟をしていたのである。義経もこれを見て、熊貝の心根を察しイトマゴを許すと、相模も自分も、二となって、 小次郎を弔おうと曲げを切った。長井は無用と見だろくは、鎧びつを背負い藤の方を連れてこの場を立とうとすると、熊谷と、相模も、黒谷の法然商人を死と頼まんと経営へと向かおうと、する。そんな様子に吉経は堅固で、暮らせと声をかけ、人々は、おさらばと別れてゆく。ただのりは、菊の前と別れて後、討ち死にしたとも、または池取りにされて、 鎌倉に送られたとも、世上では噂されていた。菊の前はその実費を確かめようと、林を連れて、鎌倉へと向かう。慶野との慶成菅原は、六八田忠しきよしがその妻に迎えるために見受けされ、馴染みの奉還がも連れてはるばる、鎌倉まで下ってきた。一方菊の前と林も鎌倉に到着するが、鶴岡八幡で、平家の鎧として捕まりそうになるのを、 深編み傘を被った侍に助けられる。だがその侍から、忠則が、妻の裏で六屋太と勝負に及び、最後は六屋太に打たれたと聞かされる。忠則の死を悲しみ自害しようとする菊の前に、侍は、忠則の仇を打つ気はないかと言い、さらにその方法について教える。菊の前は、林と共に忠則の仇を打とうと決意するが、 網ミの侍は名を問う暇もなく二人の前から立ち去ってしまう。菅原は以前の姿に引き換えて武家風の女房のなりで六屋田の館に入った。館の主六屋田はまだ帰っていないので、菅原はひとまず奥で休息することになる。ところがそこにもう一人、京の京成菅原だと称する女が、京成姿で、やり手も従えて現れたが、 実はこれは、菊の前と林であった。二人は六屋田以外に、館の者が、菅原の顔を知らないのをいいことに、菅原と称して、館に入り込み、六屋田に近づき宿を撃とうとしたのである。やがて六屋田が帰ってきた。菊の前は、ただのうりの宿と林と共に撃とうとするが、その顔を見て二人は驚く。なんと鶴岡八幡で、自分たちを助けた。 深編み傘の侍ではないか。六屋田は暮れ六つまで待てと言い,い奥へと入り、菊の前と林もとりあえずあだを打つのは、待つことにしてその場は別れる。ところで六屋田は、合戦の後、自分とはさほど年も違わぬ一人の男を連れてきて、大事に扱っていた。この男は、隠居学人祭と称し、六屋田の屋敷内に作られた、隠居所で暮らしている。 そこへ、菅原が六屋田を探してさまよいでるが、六屋田をうとうと探していた菊の前が菅原と出くわす。菅原は、菊の前に何者かと問うと、菅原だと答えるので、何を言う菅原とは、自分のことだ、いや自分だと言い争いをしていると、隠居所から学人祭が姿を見せた。そこに六屋田も出てきて、学人祭は、どちらが、 本物の菅原か自分が見極めてやるという。ところが学人祭は、本物の菅原を偽物と決めつけたので、聞くの前はその場を逃れて奥へと入った。そして本物の菅原の方は、自分の女房にするから利縁せよとろくやたに言う。菅原がそれを納得するはずもなかったが、学人祭は、あの菅原と偽った女の正体は、実は死んだ。 ただのりの恋人菊の前、そのあだを打とうと六八太に近づいたのでありどうせ六八太は菊の前に打たれる。だから自分の言うことを聞け、六八太は菅原に離縁状を書いて渡せという。あまりの言葉に菅原は怒り、そばにあった刀で学人祭に切りかかるが避けられる。 だが、六屋田も学人祭を捕まえて投げ飛ばし、さらに増票用の陣傘砂鎧を取り出して、学人祭に突きつけた。学人祭隠居所菊の前は、忠則のりのあだと学人祭に切りかかろうとする。右より五代目、市川海老蔵のうさぎ、原の伝五兵、初代、岩井史尺の形成菅原実は、菊の前。天保十二年四月、江戸川原崎座。 本来は三枚続きで、海老蔵の右側に、初代沢村突将演じる六夜田の絵があったと見られる。国吉が。学人祭は、実は、合戦の時六夜田に従った旗持ちの造標であった。六夜田は、妻の裏で忠則と戦った時、忠則に組み敷かれ、打たれそうになったが、その時学人祭が駆け寄って、忠則の,の右腕を切り落とした。 それで六屋太も、ただのりを撃つことができたのである。その功により六屋太は、学人祭を親とも尊び、自ら引き取って、面倒を見ていたのだった。だが、もう官人ならぬと、その着ていた鎧でもって六屋太は、学人祭を散々に殴る。そこへ、これまでの話を聞いていた菊の前が一軒より飛び出し、学人祭こそ、ただのりのあだと思った刀で、 学人祭の右腕を切り落とした。だが、なおも切りつけようとする菊の前を、学人祭は止め、六屋田はその場に林を縛って引き出し、二人は意外なことを物語る。それは、学人祭とは、実は、林の息子、大野五平であり、菅原はその実の妹であった。そして、兄弟の父親とは、平重平の家来で、その重平を裏切った。 ご投票へ主張だったのである。大野ご兵は手柄を立てるという口実で増票となり、幼少の頃別れた父主張を戦場で探していた。その時六屋田が忠則と戦うところに出くわし、兵家に味方せんと実は六屋田を撃とうとした。ところが、手元が狂い、忠則の,の右腕を切ってしまったのである。そして、忠則は六屋田に撃たれた。 その申し訳なさに一旦は切腹しようかとも思ったが、この上は、平家の恨みを晴らそうと、その檻を伺って今日まで生きながら得てきたのだと。だが、一方、六屋田は、菊の前の父、藤原春勢から頼まれたことがあった。春勢は、若の弟子である忠則の命を惜しみ、密かに六屋田に、忠則を救ってくれるよう頼んでいたのである。 六夜太はそれを承知し妻の裏で忠則と勝負した時、その命を助けようとしたのだが、王の五兵が忠則の,の右腕を切ってしまった。その深手によりもはや助けられず、やむなく忠則を撃ったのだと。また王の五兵のことについては、六夜太はかねてからその蘇生に不信を抱いていた。そこで、自分の元に引き取り、様子を伺っていたのを、 その母の林が鎌倉に来たのを幸い、敵討ちにかこつけて、菊の前と林を自分の館へとおびき寄せ、林を捕らえて、父親が後藤兵衛主張であることを聞き出していたのである。語り終えて、大野五兵は、菅原が刀を持っていたのをその手を掴んで、自分の脇腹をつかせた。これはと驚く菅原と林。だが、大野五兵は、 これは本来敵対する平家のよりである菅原を、現時の武士である六屋田に沿わせるためであり、最善女房になれなどと言ったのも、菅原の手にかかり、兄弟の縁を切らせるためであった。どうか、妹を見捨ててくださるなと、王の五兵は六屋田に頼む。これを聞いて、菅原や林は元より、菊の前も今はあだを打つ心も失せ、その心根に涙するのであった。 すると、平家の夜である菅原とは添われぬ、ここを出て行けと六屋田がいきなり言い出す。それはあんまりなと菅原が言おうとすると、六屋田が追い出したのは、菅原と名乗った菊の前と林であった。すなわち、これで、本物の菅原を妻とすることに、何の触りもないとしたのである。大野五平は六屋田の心遣いに感謝する。また六屋田は、菊の前に向かって、 短冊を投げ出した。見るとそれは、雪暮れてこの下影を宿とせば花や小夜日の主なら、ましというただのりが書いた辞世の歌であった。菊の前は涙して六屋田に礼を言う。やがて暮れ六つの金が鳴り、菊の前と、林はその場を立とうとする。深手を追った、大の五兵は、最後を迎えようとするのであった。平家滅亡後、平、大納言と北田は、 鎌倉に下校して、頼朝に対面し、義経が三種の神器のうちの神事と内師匠を奪い、頼朝に背こうとしていると残言するが、刑にいたはずの義経がその場に出てくる。義経も、密かに鎌倉に下り、兄頼朝と共に時忠の悪事を暴こうとしたので、あった。時忠は三種の神器のうちの戸塚の剣を隠し持っていたことが現れ、六屋田に捕獲される。 そこへ、平山武者所も大木がやつに陣を構え、頼朝への謀反を起こそうとしているとの知らせが来る。義経は六屋田をはじめとする手勢を率いて出陣する。平山の陣所に六屋田が軍勢を率いて攻め入り、平山の手勢はことごとく撃たれる。その勢いに恐れて、平山は一人逃げ出そうとするが最後は六屋田に捕まり、ついに義経の前で首を撃たれた。 その場に縛って連れて来られた、時忠も首を打たれそうになるが、その時今は、連世と名を改めた創業の熊谷直ザが、飛んできて、時忠は仮にも大納言という行為の公家なので初段は、朝廷に任せることにし、自分に身柄を預けてほしいと義経に願い出る。義経はこれを許し、自ら若歌心を率いて、再び京へと登るのであった。本作品は、 豊竹座における初演では大当たりを取り、翌年の法歴2年の盆杉まで続けて公行された。この大当たりを受けて、歌舞伎の方でも早速移されて上演されており、同年5月に江戸中村座と森田座で、上方では同年11月に大阪中の芝居で上演されている。現氏の侍、熊谷直兼が、平家の降達はつもりを打ったことについては、 平家物語巻、第9の、厚盛最後に見られるが、同じ巻には、平忠則が6やたただしと一騎打ちになって、最後を遂げる、忠則最後、またさらに、重平政らには、平重平が、目のとごの後、東米首長と共に落ちてゆこうとして、首長に裏切られ、池取りにされるというくだりがある。すなわち首長は、 この、一の谷二葉軍記で、大の五兵の父親に犠せられる人物である。平家物語は、当時よく知られた物語の一つであり、洋曲をはじめとして、浄瑠璃や歌舞伎でも、幾度となくその題材となっているが、本作は、こうした話や人物を用い、実は、という風うに脚色した作品である。熊谷直ザは、初段の、堀川御所で、 この花江南のところ無なり、一、潮里島のやからによっては、天栄紅葉の例に任せ、一首を切らば一首を切るべしという文言の精作を、吉常より渡される。江南のところ無とは、南宋の詩人、半花の詩を転居として、本来は、梅の花のことであるがここでは、桜の花のこと、また、天栄紅葉の例に任せとは、蕎麦天皇の天栄の頃に、 紅葉の枝を折る者がいたのを罰せられたことを言う。すなわち熊貝が義経に託されて守る桜は他には見られぬ貴重なものである。その枝を折る者は天栄の霊に倣って桜風えを折り取ったら指一本を切って罰するぞと定めたものである。だがここは単に桜の枝について述べたものではなく、一枝を切れば一枝を切るべしというのは、一枝を切れば一枝を切るべし。 すなわち、数子とは、厚森と熊貝のせがれ、小次郎のことで、熊貝の一子である小次郎を厚森の身代わりに、立てよという意味を含ませたものであった。その、義経の意に沿って、熊貝は、小次郎を身代わりとすることになるのであるが、実は、須訪寺には、上の、この花江南のところ無なりウイヌンと記された政策が、伝わっており、それを当て込んだものであった。 また二段目の、組打ちで熊谷が厚森を打とうとしてためらったとき、後の山より、無者所あまたの軍病を、やあやあ、熊谷、平家法の大将を組み敷きながらタスクルは日清に、紛れなし、という中の、後の山とは、スマデラの北に、後の山という地名があったという。そういった、旧書名籍なども織り込みながら、この浄瑠璃は書かれているのである。 上のあらすじでもわかるように、この作は、熊谷と厚森をめぐる物語、そして今一つは六屋田と忠則ののというように、大きく二つに内容を分けることができる。前者は二段目の、尋問の段と、組打ちの段、特に三段目の切れがいわゆる、熊谷人夜として、文楽歌舞伎のいずれも、人気演目の一つとして、今日まで繰り返し上演されている。 一方、校舎の六屋田と忠則に関わる場面は、熊谷ジニやに比べれば、その上演頻度は低く、ことに四段目は、宗介の作ではないこともあり、ほとんど上演されていない。天保十二年に、江戸川原崎座において、一の谷二葉軍旗が上演された時、この四段目切りが出たが、それまでは、京阪においても上演するときには三段目の、 ジニアまでで四段目は出したことがなかったと狂言作者の西沢一方は電気作書で記しており、そして現在では文楽、歌舞伎いずれもその上演は絶えている。しかし、原作の浄瑠璃では六夜多間に到着した元形成の菅原が武家女房のなりでありながら、昔の癖で狂わ言葉や形成の仕草がついでたり、またそこへ菅原と偽って、 形成姿で現れた菊の前が、遊女らしからぬお姫様の言葉遣いが出たりするなど、後の南北作の桜姫等文章を思わせるような思考が見られ、こうしたところは一方も、仮作名文なりと、味はヘバシャツルに、惜しくと評している。ちなみに一方はこの四段目説にそうを得て、六八田のところに現れるのが、形成に変装したただのりという書き換え物を表し、それが、 高貨3年1月に大阪各の芝居で上演された。これは後に江戸でも上演され、京成、忠則のりという演目名で残ったが、これも現在では滅多に上演されない。現在は上で述べた熊谷陣屋が上演されるのがもっぱらであり、その他はせいぜい2段目の陣門と組打ちが歌舞伎では上演されるに過ぎないが、 文楽では二段目切りの、臨終歌は、現在も上演されており、また三段目中、三影の松原も、宝引きの段と称して曲が残っている。宝引きとは、くじ引きのことである。四代目、中村士官の熊谷次郎直座ね。明治三十一年七月、東京演技座上演の、一の谷双葉軍記の時のものと見られる。士官裁判年の、 歯官型の紛争である。白黒写真ではあるが、それでも、現行の、團十郎型との違いが見て取れる。着付けは濃い色のもの、上下は雲に、竜の血模様であり、顔も、歯官筋と呼ばれる筋を、目尻から上向きに強く引いているようである。文化十年、江戸から上方へ帰った三代目、中村歌右衛門は、大阪で、 この、一の谷二場軍機の熊谷直ザを演じた。二段目の、組打ちではそれまでの演出に、自らの工夫を加え、それが歌えもんの他は古今に、演じてはいまいと言われるほどの大評判を取った。ところが三段目の、陣屋は、評判が悪かった。それというのも幕切れ近くになって、兜を脱ぐ時に、それまでは、切り払うたる初の層。 つまりタブサは切っているが、髪の毛は残っている頭を見せたのが、歌えもんは、丸坊主の頭に変えて出たからで、これがやりすぎだとの大不評を招いた。そして、それがもとで歌えもんは、大阪を出て、京都の芝居に移ってしまったという。しかし後にはこの丸坊主の頭が普通になり、現在の、ジニアにまで伝わることになる。三代目、歌えもんの熊谷は、 その後四代目歌右衛門からさらに四代目中村士官へと受け継がれており、それが士官型と呼ばれている。七代目市川段十郎が陣屋の熊谷を演じたおりそれまでは陣屋の幕切れは引っ張りの見え、すなわち役者全員が舞台上にいて幕となったのを、七代目段十郎は幕切れに熊谷一人が花道にまで行って幕を引かせ、16年は 一昔、ああ、夢だ。夢だという有名な独白の後、一人、花道を歩み引っ込むという方を見せた。これが、後の九代目團十郎に受け継がれ、團十郎型と呼ばれるもののもとになっている。明治以降、士官型と團十郎型の違いについては諸々に記録されており、それは例えば熊谷の衣装についても、著しい違いがあり、また幕切れも、 士官方が引っ張りの見えで幕になるのに対して、男十郎方は花道での引っ込みを見せるなど、色い々ろいろと違いがある。士官方は四代目、士官の養子である五代目、中村歌右衛門が、大正時代に演じ、戦後は二代目、小野松小六が、中村武三郎から肩を教わり二度演ずるも、その後は、男十郎方に転じたため、長く上演が絶えていた。 近年になり八代目、中村主官が小六の残した記録に基づき、主官型での上演を続けている。一方の、團十郎型は九代目、團十郎の後、七代目、松本幸四郎や、初代中村吉右衛門、さらに後代の多くの役者に受け継がれ、今日では一般的な型となった。上方では、上方歌舞伎の自由な表現が見受けられる。例えば初代、 中村元次郎は九代目貫十郎に指示したこともあり、貫十郎型を踏襲していたが、独自の演技も創作した。また三代目中村元次郎は、幕切れで花道を相模と共に引っ込む演出を見せている。さらに十三代目片岡二左衛門は、貫十郎型で演じつつも、幕切れの独白を、原作の浄瑠璃の本文に即して、十六年も、 一昔、夢であったなぁとし、これは十五代目二座右衛門にも受け継がれている。おおよそ、團十郎型の幕切れは、熊谷和人の悲劇として強調させ劇的効果を上げている。しかし妻相模と共に我がこの菩台を弔って、遁生する主題に即すならば、士官型の幕切れの方が望ましいとされる。その一方で、特に九代目、團十郎の存在の大きさ、 またその後の役者の近代性ゆえに、團十郎型での上演が、今日なお続いていることも、無視できない点であろう。陣屋で熊貝が戻ってくる場面の浄瑠璃には、花、の森の厚森を打って、無情を悟りしか、さすがに猛う節武士も、物の哀れを今ぞ知る。思いを胸に立ち返りという文句がある。七代目孔志郎は、熊谷の出について、実施の犠牲で、 自身の役割を果たし、母さんの後、悟りの境地で立ち返るつもりで演じること、つまり、無言の、まで観客を引きつける芝居をする芸力が求められると、し、この花道の出と創業になってからの花道の、引っ込みとが最も拠魂どころで、熊谷は、仏心より始まって、仏心に終わるというのが実相です。悲痛な思いを協定に秘めているように意を用いなければ、 なりませんと述べている。一方、西沢一方は、伝記作書において、次のように記している。奥山とは、初代朝をため重郎のことで、この、一の谷二葉軍旗の熊谷を演じるのは、陽うも多く、イカ様万道武士ともみゆる、役者でなければならない。つまり、陽姿の上で演じる役者を選ぶ役だったということで、ある。このことは、原作の浄瑠璃においても、 組打ちと、ジニアで、熊谷のことを、毛木武士と言い、また後に、ジニアで、右髪の層に姿を変えた時も浄瑠璃の地の分に、ほろりとこぼす涙のろ。ヒーラギに置く、初雪の日陰に、溶ける不全なりとある。これは、ヒーラギの葉のようにいかつい雰囲気の熊谷が、涙をこぼすありさまを溶けた初雪に例えている。熊谷のイメージは、作者、 並木宗介が意図したものや古い時代の演じ方としては、荒々しくいかつい万能武士であるべきとされていたので、ある。しかし荒々しい万能武者が、忠義のために我が子を身代わりに殺すというところまでは、まだしも、それによって最後は出家頓生してしまうというのは、演じる側にとっては、非常にやりにくい役である。熊谷は、陣屋の舞台の始まる前から、 武士を捨て出家頓生することを決意している。それが終始いかつい雰囲気の人物では、その心根の哀れさが表現しにくい。歌舞伎において、團十郎型が残ったのは、劇将と呼ばれた九代目團十郎が、やったからというだけではなく、いかつさや荒々しさを抑えて、芝居をする團十郎型の方がまだやりやすいという事情があったのである。現に、士官型と、 男獣郎型を実際に演じた二代目小六も、この二つを比べてみて、男獣郎型の方がやっていて、気持ちがいい、すなわちやりやすいと述べている。戦に出て、敵の命を取ることはもちろん、主君の命であれば我が子の命も躊躇なく差し出す、荒くれ武士。しかしその心は深く傷ついていた。普通の親なら、我が子の死を悲しまぬものはないであろう。 そしてそれは、さすがに猛うき武士も、例外ではなく、まして自分が手にかけたとあっては、平常心ではいられない。結局熊谷は、これからまさに、平家を追悼しようという時に、武士の身分を捨て、出家遁生と少子戦場から去ってしまう。つまり宗介が狙ったのは、人物の見た目と内面に、大きな落差を作り、それによってその悲劇をより深くすることであった。 熊谷直実が、妻の裏であつ森ならぬ我が子を打ち、それにより出家するというのは、もとより宗介がこじつけた筋書きではあるが、どんな身分の人間だろうと、たとえ、猛き武士と呼ばれるものだろうと人として、心の折れぬことはないということを、宗介はこの作為を通して述べているとも言えるのである。一の谷二葉軍機において、熊谷ジニアに次いで上演の機会を得ているのは、 二段目の、尋問と、組打ちの場面であるが、このうち、組打ちの熊貝は、これを演じる役者にとっては、陣屋を演じるのとは、また違った、難しさを伴うようである。この、組打ちは、段切れに、段徳山の売れ行き分かれ、筆田大使を送りたる、車、徳道寺の悲しみも、という浄瑠璃の文句があるので、段徳山とも俗称される。 初代キッチ門モンは二段目の、組打ちと三段目の、ジニアについて、と述べ、その難しさについては、厚森の首を打つところで、まず腹で泣くより他はなく、ご見物は、我が子と知っておいででも、そう見せてはならず、ただ、わずかな形の上で十分に親子の別れを見せなければ、ならないのですとし、その後玉織姫が首を手にしての終端でも、下座に合わせて、 あたりを伺う,う動きをするのに気が抜けないという。同じく、熊谷を当たり役とした七代目孔志郎は、厚森と心得ていながらも、魔の我が子に対する常味を持ってすべきとし、それは師匠に当たる九代目團十郎も、そのつもりで演じていたと述べている。組打ち打つのをためらう熊谷を、やあやあ、熊谷、平家法の大将を組しきながら助くるは、二心に紛れなし、 平山武者書が遠くからののしる。右より二代目、中山文五郎の平山武者書記、十、五代目、市村竹之城の熊谷次郎直座ね初代、坂東潮化の無関太夫厚森。開永4年六月、江戸志村座。本来ならば、熊谷たちと平山との間はもっと離れているが、文五郎を大きく描いたことでこのような構図となっている。 三代目、歌川豊国が。これに対する厚森実は小次郎の芝居の底を割る、すなわちその正体が、小次郎だとわかるような芝居をしてはならないとされているが、六代目、小野駅菊五郎によれば、組打ちの中で二箇所、親子の情を表すところがあり、それは平山に熊谷がののしられ、熊谷は、はっとばかりに、いかがはせんと。 で、熊谷と顔を見合わせるところ、もう一つはいよいよ熊谷に撃たれるとき、玉のようなるおよそ多いで雑した小次郎が熊谷を見上げる、ところだという。二代目小六は、組打ちの熊谷を演じるにあたって、まず沖に向かうつ森を見つけて、多い、多い、と熊谷が呼び止めるところが大切だという。それは、ここの厚森は、すでにすり替わった、熊谷の息子の、小次郎ですから、 ここで呼び戻せば、親が手ずから我が子を殺さなければならないという覚悟の意味があるからだと述べている。また熊谷が乗る馬にも情愛がなくてはならないとし、首を打った後の死骸や鎧兜を馬に乗せるところも、見物からは雑に見えてはならず、丁寧にやらなくてはいけないという。新軍書類獣第1、130から131ページ、新軍書類獣第1、 131ページ、新軍書類10第1、128ページ、ようこそ歌舞伎へ、熊谷地宮八代目、中村史観、歌舞伎美人、新軍書類10第1、127から128ページ、歌舞伎名作鑑賞一丸本歌舞伎141。142ページ、一の谷双葉軍記、大見源氏先人館、絵本対抗記、 梶原平蔵誉れ石切202ページ、歌舞伎名作鑑賞一丸本歌舞伎141ページ、国立劇場上演資料集。一国双葉軍旗、鶴亀、その、小歌夢狂るは209ページ。ありがとうございます。